小台場の潮風公園により、大井コンテナ不当は、東京港のコンテナ不当の一つである。東京港で最大のコンテナ不当であり、最大の不当である。軽流数3037隻、総トン数7246万8210トン、取扱い貨物量2530万9736トン、大井 CT とも、大井コンテナ不当は、大見コンテナ不当の約2倍。 品川コンテナ頭の約12倍の面積を持つ東京高最大のコンテナ頭である。大井コンテナ頭には南北2354メートルの岩壁があり、南から大井1号、大井7号と呼ばれる7つのバースが設けられている。それぞれのバースは総トン数5万トン級に対応している。大井5号を除いてにバースごとにガントリークレーンが備え付けられており、 合計20機が稼働している。大井コンテナ不当のガントリークレーンはすべてが16列から18列に対応したスーパーガントリークレーンであり、大井5号を除いて2バースごとに5から6機が備え付けられている。また、大井1号、大井2号、バースのクレーンは今後20列対応のメガガントリークレーンに交換される予定である。 このクレーンはトラックが運んできたコンテナを2つずつ持ち上げて海側に最大58メートル移動し貨物船の甲板に横に20列置き上にも何段か積み上げる1箇所が終わったらクレーンはレール上を移動して隣で積み込みを行う大いコンテナ不当のクレーンは直立式ではなくクレーンを使用しないときは羽田空港の飛行機にぶつからないように上部を折りたたむ 中折れ機構がついている。クレーンの後ろはコンテナ置き場になっており、コンテナの整理は合計69機のトランスファークレーンやその他のトップリフターなどで行う。なお、大井3号、大井5号のバースは耐震工事が完了している。2012年に大井コンテナ不当に係留した船は3037隻であり、総トン数は7246万8210トンに及ぶ。これは 東京港の総経流数の12%、トン数の44%に相当し、東京港で第1位の座を占めている。大井コンテナ不当は、特に総トン数において、第2位の青海コンテナ不当を大きく引き離している。大井コンテナ不当に経流した船の72%は、輸出入のための外航船である。外航船の大きさは、平均3万3千0 6トンで、1ヶ月に、 平均182隻が経流する。内航線の大きさは平均677トンで1ヶ月の平均経流数は72隻である。取り扱ったコンテナ数は240万3989個であり、92%が輸出入である。取り扱った貨物量は2530万9736トンであり、東京港の総貨物量の31%。 総コンテナ数の51%に及ぶ。多いコンテナ不当に寄港する船舶は、中国以外のアジア航路が最も多く、北米と中国が続く。欧州、ニュージーランド、南米も数本ずつあるが、韓国航路はない。元々は、全8バース、岸壁延長2300メートル、水深は13メートルだったが、全8バースを7バースに再編したり、 OK 拡張するなどの再整備が2003年12月に完了し、総延長2354メートルの岸壁に大型コンテナ船7隻が同時に着岸できるようになった。さらにコンピュータ化されたガントリークレーンがあり、コンテナの搬出、搬入を効率的に行い、正確な荷役が可能。水深15メートル、東京港で最も主要なコンテナ基地で世界有数の規模である。 大井コンテナ不当は東京港不当株式会社が管理している。一方、日本コンテナターミナル会社のようなターミナルオペレーターは ZPMC 社製のハイブリッド式トランスファークレーンを設置、運用したり、スタッカークレーン方式のコンテナ立体格納庫の設置やゲートシステムの運用などを行っている。目黒通り大井コンテナ不当の隣には品川コンテナ不当があり、 対岸は、お台場、大見コンテナ不当がある。ありがとうございます。